あらかじめ言っておくけど、今度は手加減しないよ。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。ほら、前と何も変わらない。こんな展開をあと何回繰り返せば気が済むの？まだ飽きてないの、メイン。こっちは退屈すぎてあくびが出ちゃいそうだけど。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。それに何の意味があるの？わずかなヒントでそこまで考えたの？メイは断りの律者の方が向いてるってみんながそう言ってたのもうなずけるよ。楽園の空間にダメージを与え続ければ私の力を削ることができる。一人だけで車がかり？面白い考えだ。でもあんな一撃、100% の力が必要。メイは体力に自信があるの？力つく。理にかなった推測だ。でもそれもここあんな風にたくさん、このままだと本当に全ての、でもこれ以上私の力の差は補えない。そうでしょ？幸いにも今からやり直そうぞ、侵食の律者。それならさくら、昔のように私を信じてくれる？私のお願いだとでも？どうしたのじゃ、エリシア。わらわに話したいことがあるようじゃが。少し心配なの。裏切り者なんてここに。エリシア、その後何が起こる？ええ、いいわ。ガールズとある少女について、何時なら話をそらしても嘘はつかぬ。それにこんな状況でこのままわら記憶体の中ではわらわの認識が一番欠けておる。おそらく。じゃが、わらわは、長い間記憶が抜けているせいか、それでも、あのことをして、リンが、侵食の律者として。待って！
さくら、あの、はあ、ずっと。そんな、いつそういうことなのね。さ、みな善意でそうしていたわけでもなかろう。じゃが何時のように。さくら。いいえ、さくら。意外だったわけじゃないの。その通り、辛い。